はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、10月の31日ですね。そうですよ、31日といえばね、ハロウィン最終日でございます。ということで早速ですね、こちら東京ディズニーシーにやってきましたので、今からですねディズニーシー一周回りたいと思います。ちなみにまだね、朝の8時ぐらいなので、今からですねミスティークの1回目と2回目を見てからですね、一周ぐるっと回りたいと思います。まだね結構空いてますのでね、ちょっと混み始めた時にね回りたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、で一応ですねミスティークの1回目と2回目動画投稿してあると思いますので、よろしければねそちらの方も見ていただければいいなと思います。ということで、まずはですねミスティークの場所取りをしてですね見てから一周ぐるっと回りますので、はい、とりあえずまずねリドアイルの方に行って場所取ってみたいと思います。とはいえラスビナだけあります。すごい人です。今からミスティークに並ぶんですけど、ちょっと出遅れました。すごい人。続々とねゲストが来てますけども、あんまミスティーク見る方がいなそうですね。みんな向こうのアトラクションに向かってますので、なので意外とねミスティークついてますね。リドアイル普通に取れちゃいました。ここだったらねめっちゃよく見えますので、はい、動画多分投稿してありますからね、皆さんそちらの方ぜひご覧ください。まだねリード普通に入れます。年パスがね意外と少なそうですね。自転車がね実は少なかったんですよ。なのでなぜかね年パスより普通のゲストの方が今日は多そうです。まあ、このリードに入れたっていうのを見ればわかると思うんですが、はい、今ね8時43分です。ディズニーシーがオープンしてもう40分経ったんですけども、まだねファストパスが残ってます。ソアリン最近ね平日来るとね1時間ぐらいね残ってますので、まあ、そこまでね並ばなくても良くなりました。ちょっと落ち着いてきましたね。で待ち時間も昔は200分ぐらい行ってたんですけども、今110分ですよね。なのでだいぶ落ち着いてきたなと思います。はい、でちなみに今日意外と空いてますね。まだね TOT タワーオブテラー8時50分のファストパスですし、トイマニもねまだ12時なんですよね。まあ時間はすごいですけどね、時間まあまあすごいんですけども、まあそこまでじゃないですね今日はね。インディーもまだ25分待ちですし、まあ10時ぐらいになったらねもう一回見てみますけれども、今のところはねそんなに混んでるようには見えないですね。ディズニーシーは一応ラスビですが平日なので意外と年パスたちが少ないんですかね。向こうの幹広のところはだいぶ混んでますけどね。リドはまだね中入れるんです。実はそう結構リドはね狙い目ですよね。まあ幹見に来ないですけど、まあ、2回目もね一応ミスティーク見るつもりなんですけれども、今から抽選に行きたいと思います。まあ外れると思いますけれども、ぜひねここで当てたいとこですね。はい、今朝の9時ですね。まあ、リドアイルも場所取りできたので、今からですねニューヨークデリに朝ごはん買いに行こうかなと思うんですけれども、そんなに混んでないんですよね。まあ、さっきもねアトラクションの待ち時間見ましたけれども、全然ですよね。年パスがマジね少ないっていうのが意外とびっくりですね。はい、ということでとりあえず朝ごはん買いに行きます。今日の朝ごはん、まあ、お昼も兼ねてしまうかもしれませんが、今日はルーベンホットサンドです。これがまた美味しいんですよ。非常に混んでますこの辺。ハロウィンのショー終わったんですけど、まだまだ残ってますね。今日のねお昼に
さっきね見ていただいたと思うんですけど、あのソアリンのファストパスがね意外と残ってて、今日なんとね9時半ぐらいまで残ってましたね、1時間半ぐらい普通に残ってたので、いや最近ソアリンだいぶ好き始めたなって思います。ということで、フェスティバルオブミスティークをね待ちながら、なんとですよ、ファストパス取れちゃいましたので、今からですね、こちらソアリンに行きたいと思います。楽しみ。いやだいぶ久々ですよ。でもソアリンです。いや久々だ。でもね待ち時間90分待ちだったので、そうでもないんですよね最近。やっぱり普通にね、トイマニの方が混んでる感じです。いやいつ見ても美しいですね。いやソアリン楽しい、やっぱいいですね。だけど最近ほんと空いてるのでね、もう今のうちに来てみてください皆さん。今日はねハロウィンラス日ですけども、朝のね9時半までありましたからね。はい、ということで、今現在ですね一応90分待ちらしいです。列的には結構すごいんですよ。ここまでね一応列ありますね。もうここの橋の端っこまで来てます。はい、今ね6時40分ぐらいです。5分待ちでファストパスまだ残ってます。もうハロウィン終わったのでね、もうだいぶ好き始めましたね。もうランドもそうだったんですけど、意外と道はね混んでるんですよね。だけどアトラクションは空いてるというね、すごい不思議な感じです。アラビアンコースト結構混んでますっていうかね、普通に仮装してる方が多いですよね。やっぱりアラジン効果は多いと思いますね。映画の今年はね本当にジャスミンとねアラジンが非常に多かったなと思います。それも今日までですけどね。でもアトラクションは空いてそうですね。ちょっと見てみます。この辺は非常に混んでるんですけど、アトラク空いてるんでしょうね。ランドもねさっき言ったんですけども、ランドもねすごい道端混んでてね、アトラクション10分とかね15分とかそんなぐらいだったんですよね。あ、まだファストパス残ってます。マジラン、そして15分待ちですね。もう次の回まですぐ行けちゃう感じです。空いてますね。ねえ、みんな歩いて何やってるんでしょうね本当に。これランドとも行ったんですけどね、えただ歩いて散歩してるって感じなんでしょうか。ちょっとよくわかんないですね最近のディズニーリゾートは。はい、こっちのねシンドバッドの方も結構ね道は混んでるんですよね。みんな何してんでしょうね本当にね、歩いてちょっとよくわかんないです。はい、もう最近ねずっとディズニーリゾート来るとね毎日こんな感じなんですよね。そこら辺はねめっちゃ混んでんのに、ショップとかねレストランとかアトラクは普通に空いてるというね、まあ、そういう現象が起きてるんですよ。まあやっぱただ単に歩いて写真を撮るだけに来てるみたいな、そんな感じなのかな、ちょっとよくわかんないんですよね本当に。まあ空いてるんでいいんですけども。シンドバッドもちょっとキャストさん暇そうですね。5分待ちです安定の。ジャスミンのフライングカーペットも10分待ちって言ってます。空いてますね。まあお昼まではめっちゃ混んでましたけどね、やっぱねハロウィンのショーやってましたから、フェスタバラブミスティーク。レイジングスピリッツです。レイジングはまあまあ混んでました。45分待ちです。うん、まあ平日ですけどねちょっと混んでますよね。やっぱハロウィンのラスビナだけあるかなって感じです。ロストリバー出るとだいぶ混んでます。まあでもレイジングが45分なんでそんな変わんないと思います。ね、予想通り同じ時間ですね。45分待ちです。まあまあだね。マジの予想通りかな今日は。ねえ、まあ普通の平日よりはちょっと混むって感じ。やっぱ学生が非常に多いです。魔球の前も学生だらけです。さっきねエントランスの前にねすごい大量の学生たちが座ってましたので、修学旅行生が多いですね。トレイルまあまあです。まあ年パサーがね多い証拠ですね。今日はラス日だったので。うわ、シーライダーめっちゃ空いてますね。10分待ちです。ファストパスもまだ残ってますね。
誰も取る人いないけど、まだファストパス残ってました。混んでる時はね、なぜか100分ぐらい行っちゃうんですけどね、空いてる時はこのぐらいすくんですよね。ほんとその日によって大きく変わるアトラクションって感じですよね。待ち時間が、この前なんて普通に平日でもね70分ぐらい行ってましたからね。なんかよくわかんないですよね、シーライダーも。なんか列に誘われちゃうんでしょうかね。多分ね、近々もなくなっちゃうと思うんですけども、ジョマジのね大好きなこちらディープシー、今から飲みたいと思います。いや、これ本当に美味しいですから、ぜひね、あの来てみたら飲んでください。まあ、下手すると多分今日で終わりな気もするんですけどね。はい、ということでこちらディープシー買ってきました。これね、もう本当に美味しいのでね、おすすめです。ぜひ皆さん来たらね、飲んでみてください。下がゼリーでね、上がねパイナップルのねスムージーになってます。はい、ということで早速いただきます。うん、本当にうまい。もうね、口の中さっぱりしますから、もうマジで飲んでみてください。はい、まあ、下手すると今日までだと思うんですけれども、これね本当大人気なので毎年復活しますからね。で、実はねこのディープシーもおすすめなんですけれども、すぐ真隣のねホライズンベイレストランに売ってるこれもおすすめです。はい、このねタピオカめっちゃ美味しいですから、ぜひね買ってみてください。ほら、ちなみにねコーヒー味です。あー、めっちゃコーヒーのいい香り。それではいただきます。うん、やっぱうまいわ。このねタピオカがね、普通のタピオカじゃなくてね、それがもちもちなんですよ。もうこれはね絶対来たらね買ってみてください。これ超美味しいですよ。今7時半ぐらいなんですが、非常に空いてきましたね。もうハロウィンのショーも終わり、明日も仕事とか学校だと思いますので、だいぶみんな帰り始めてます。 TOT とかトイマに見てみましょうか。このかぼちゃも頑張りました、暑い中。このねエスコロの横ですね、横の橋もうクリスマスのねライトついてました。まだねつかないと思いますけれども、一応赤とね緑と白の電球ついてます。はい、SS コロンビア号のねここ煙突、今までずっとね工事してたんですけれども、やっと外されましたね。でハロニューがそろそろですね復活ですよ、ね、クリスマスバージョンになって復活です。楽しみですね。はい、タワーオブテラーです。タワーオブテラー50分待ちです。混んでますね、タワーオブテラーは。で先週とか来た時ね、普通に平日でも20分待ちでしたけども、今日はなんかめっちゃ混んでます。まあ、人数的にはね多分ね日曜日の少ない日ぐらいのレベルだと思いますね今日は。今7時45分ぐらいです。問い間に50分です。あ、だいぶ空きましたね。今日のお昼はね160分でしたけどね、お昼は超混んでましたが、夜はそうでもないですね。いやー、それにしても iPhone11 綺麗だな、すごい綺麗。はい、ということで本日はですね、10月31日ですね、ハロウィン最終日の東京ディズニーシー一周ぐらい泊まってきましたけども、やっぱりね結構混んでましたね。うん、まあジョマジの予想通りかなというところですかね。はい、でもしよろしければですね11月の混雑予想も動画投稿してありますので、そちらの方をご覧ください。あとですね、まあ、今東京ディズニーランドにいるんですけども、ディズニーランドのね最終日の映像もいろいろですね投稿してありますので、そちらの方もご覧ください。残念ながらですね、ナイトハイハロウィン、ね、今全然ね風とかないんですけれども、中止ということでね、まあ、皆様にもねお見せしたかったんですけれども、残念ながら中止でございました。はい、ということで、一応ねディズニーランドも最終日の映像を投稿してますから、ぜひご覧ください。で明日ですね、あのクリスマスの先行発売のグッズがですね、ございますので、明日もねまたインパしたいと思っておりますので、明日もですねぜひご覧ください。であとこの後ですね、ジョマジは東京ディズニーシーのねミラコスタに行って、そのハロウィンのね装飾が外されて、明日からもクリスマスのね、まあ、少しだけですけれども装飾されると思いますので、まあ、その工事の内容をですね少しだけご紹介したいなと思っておりますので、またそちらの動画もねお楽しみに待っていてください。それでは今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら
いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。